は聞かせてもらった。奪われたものを奪い返す。君が、君こそが。君は旅人だ。長い。さあ。学ぶのだ。何を奪えばいい？いい手応えだ。旅人よ、眠るにはまだ早い。君は望むものを手に入れ
支柱にあ三つの指輪はそれぞれ三人の邪悪な者たちの富を極めし者権力を極め名声を極めし者彼らは大陸の覇者として君臨している人の欲は深い君が求め続けるなら彼らはいずれ君は指輪に選ばれし者旅の仲間を求めるなら指輪さあ旅を続けるがいい望みのままに旅の仲間を求めるなら伝承からさまざまな学びを得たいのです人助けこそ最も素晴らしいことですね私はコニー未来の大商人よこのオルステラでは多くの偉人たちがもしその伝説を申し遅れました私はただおやああ私はホセと申しますご覧旅人の身ではございますが私にできることがあればコニー、商人よ。私の兄弟は八つ子なの。
商人になって私たちを育て、未来の大商人を連れ。どうだい？なあ、立派な聖火騎士になるために。
こんにちは。僕はマイルズ。まだまだ未熟ですが、父のような。困っている人は助けてあげなくちゃ。ねえねえ、まだ個人園その途中困ってる人が…あ、自己紹介がまだだったね。いい観客になってちょうだい。ごめんな。これじゃあ私はイリス。ラマス商会へようこそ。立派な学者になるために。この大陸にはいろんな伝説があるの。あたしにふさわしい人いるかしら。義賊に憧れる。ただの盗賊だ。俺は商人みたいなもんです。私の仕事は高くつく。海の生き物調べたいです。聖火の教え解いてあげるわ。魔物の気配を探りたいのか。僕偉いが一緒。
未来の大商人よ。見ていたのね、そばでずっと。私メン、私には彼はいかなる大、私は後悔は、ああ、あの彼
ード様はその女を知らん。この傑作はきっと同じ時に生まれ身に余る言葉ですね。しかし私の作品は唯一にしてマーベラス。どうぞ次回作をご期待ください。まあ私の集大成を、おやおや、実に惹かれる目だ。君は何か物語を良い題材になりそう。劇などありもしない虚像に過ぎ、だが誰もが血眼になり私の劇場へ足を運ぶ。なぜか人君の目は見たままを信じる。君は君にどんな結末、知らぬ方が、さあ、そうか。シュワルツだ。私は喜劇を書いた覚えはない。最後の演技、あれは何ああ貴様は首を絞められああというの。私の本にそんなセリフはないぞ。アーギスト様、現実味を欠く劇は茶番に、いいかな、身をもって。できるじゃないか。次はそう演技したまえ。
では、彼女の代役はよく覚えて。ご指導に感謝いたします。アーギュストさん。アーギュスト。アーギュストは演者たちの。彼の所業はすべて立てつこうものなら、今は身を潜。片付けておく。行け、稽古を続けるのだ。フランセス、君だけだわ。アーギュスト様、今日の私があるのは若輩の私に目をかけ育ててください。うん、アーギュスト様は今や大陸中の名声を手にされます。ですが、あれほどの援助を失い続けあなた様にとって不利益になりかねません。私に意見するのか。いいえ、ただずっとおそばで見てきた私にはわかります。アーギュスト様は今何かをきっと次の作品のこと。黙れ。この私が行き詰まるとでも言うのか。口に気をつけるのだ、フラン。君を題材にしてもいい。申し訳ございません。アーギュスト様、どちら？別荘へこもる。次回作を。いや、題材を探してから行くか。俺はアーギュストを追う。二度は言わないぞ。
始めましょう。ダブルシおしまいだ。狩ればいいんだ。いいわ。ダブルスティン。失礼、変態打ち。任せてあげる。終わりだ。借り尽くした。一時の出会いに感謝。お楽しみいただけたかしら。油断のできない相手です。狩ればいいんだ。ダブルシバカモ。失礼。放棄を図る。崩れたぞ。せ聞いてますね。あとは頼む。頼んでないで。かかれ。
父のために。人のために任せて。代わりエレメントブースト。弱き心よ、崩れよ。祈りましょう。やっぱり私の出番ね。風よ、いい感じ。守りを固めます。決心に直さないと。さあ、見極めなさい。届け。まだ油断できません。あとは頼む。頼んでない。当然全力を出すべきよね。始めよう。いいわ。あればいいんだ。あとダブルスピン任せて。獅子の目がないな。セイ、いい度胸だ。
心よ、崩れよ。チャンスですね。お願いします。失礼。全体打ち。変わりますよ。かのものを吹き飛ばせ。楽しいなあ。た、た、風よ、かのものを吹き飛ばせ。どんな物語になるかしら。私を待つ人のために。セリア、セリア、わかりました。あとはお願い。今こそ攻め時です。私は未来の大商人よ。おしまいです。旅路はこうして続いていく。一時の出会いに感謝を。